私じゃダメかな。松島、バレンタインの時チョコ受け取ってくれたでしょ。他の人のは断ったって聞いたよ。それは松島が走ってきてくれた。そうだよね、あのシチュエーションじゃ断りづらいよね。でもね、そんな風に優しくするのはずるいよ。期待するよ、そんなの。ごめん、ずるい言い方した。いや、まくし立てちゃったし、嫌な告白になっちゃった、ごめん。なんで謝んの。それだと松島の気持ちも否定してるみたいだろ。とりあえずありがとうって言わせてよ。そういうのがずるいって言ってるの。で、俺またなんか悪い言い方した。素だよ、悪質だよ、ずるい男だよ。マンションの鍵あったっけ。さっきは聞いてくれてありがとう。告白したのは自己満足みたいなものだから。でも好きになってもらうために私頑張るから、よろしくね。よろしくねか。一年前の俺ならあの場で松島の告白オッケーしてただろうな。でも今は、一華さんは、年の差が理由で一華さんが苦しんだり悲しんだりしたら嫌だな。すげえ嫌だな。バカ、やっちゃったよ私。相手について教えてって言ったのは私なのに、嫉妬してあんなこと言うなんて。でも気持ちは伝えられた。それは頑張ったよね。会社で顔を合わせるの超気まずいけど今は忘れる。もう明日有給取っちゃう。今日は海外ドラマとワインコース、朝まで飲んでやる。こっち来るの久しぶりだな。年の差か。私年下だし、そういうの慣れてないし。俺のせいで一華さんを悲しませてしまうなら、ロマンスなんて気づかないふりしたい。外出てあなたを少しだけ忘れたい。イヤホンがブルース、騒ぐ春色したブルー。ちょっとよこしつれ、喫茶店あっちなもんでね。ポケットがしらす、重なる未読のメッセージ、メモが消えているのに小さく隠して忘れたい。頭の隅、少しの間お休み。書きかけてかけて暗い心ってたぶん初めからもう気づいていて、まだ認めたくはないと独り占めしたいとのジレンマ。離れた方がいい、繰り返しもんのように、もしかしたらにすがったまま。ざわめき出した胸を無視して、二つの自分を彷徨って、少し前の冷静な頃に戻りたい。戻れない、無駄な推理が脳内に湧いて、シワがなかったじゃ月になって、嫉妬に揺らめいた心が吹き抜ける風を追い越してゆく。いちか、本買うの？私出口のところで待ってるね。うん。天草。ああ、松島。
はい、これ天草の。宣伝課に紛れてた。わざわざありがとう。いいのいいの、ちょうどこっちに用事あったし。そういえば明日大きい会議あるんでしょ。うん、今準備中。そっか、頑張ってね。緊張した。私自然に話せてた？あの日以来全然話してないから、何気ない会話が無駄に緊張する。っていうか、頑張ってねってかける言葉として正解だったのかな。むしろ逆効果だったりして。天草表情に…バリエティよ、仕事中だよ。自分の世界から帰ってきなさい。お邪魔します。え、ビールとつまみ適当に買ってきた。サンキュー。珍しいじゃん、宅飲みしようって誘ってくるなんてさ。たまにはいいだろう。あと見たい映画消化するから付き合え。はいはい。でもさ、寮最近は実家に住んでたのに、なんでマンションの方で？しばらくこっちに住むつもりだから。え、なんで？今実家に父さん帰ってきてるんだ。ああ、なるほどね。なんだよマスター、すげえ気使ってるな。逃げてるって思う？ああ、別に思わねえよ。なになに、どうしたの亮君？トゲあるね、学生の時みたいじゃん。はあ、ごめん、いろんなこと考えまくってたせいかも。お父さんのこと？うん、それもあるんだけど、この前会社の同期に告白されたんだよ。うん。俺には片思いしてる人がいるって言ったら、それでも自分を好きになってもらう努力をしたいって言われたんだ。あら、まあけなげだねその子。で、相手のこと知りたいって聞かれたから、いちかさん、妹の同級生なんだって教えたんだけど。教えたの？お互い年の差が障害になるだろうし、自分の方がいいんじゃないかって言われて、その通りだなって思った。世間から見ればその子と付き合った方がいろんな意味で現実的だし、いちかさんのためにもいいんじゃないかってさ。まあそれでいろいろ考えたんだけど。へえ、そうなんだ。なんだよその態度。何が？何がじゃないだろ、言えよ。いや悪いけど亮さ、それでいいって顔してないじゃん。あのさ、亮って今まで好意を寄せてきた女の子に対してひどいことしてきたよね。まあ そうだな。それなのにまだひどいことするつもり？いい加減誠意ある行動しろよ。そんな気持ちのまま告白してきた子と付き合うなんて、その子にもいちかちゃんにも失礼だろ。結局自分のことしか考えてないんだよ。自分が傷つく覚悟しろよ。はい、俺からは以上。よーし、映画見よっか。何見る？そうだな、する、覚悟するよ。で、その同期の子可愛い？お前ほんとそういうところ惜しいよな。惜しいってなんだよ。いや、惜しいは惜しいだよ。それより映画何見る？ん？3日前、りょうさんから。ホワイトデーのお返しとしてスイーツビュッフェにお連れしたいんです。次の土曜日はご都合いかがですか？って連絡が来た。このプランはプレゼンの候補の中にあったんですか？はい、行動には行動で返すべきだなと思いまして、このプランを選ばせていただきました。そうですか、あったんだ。あと一緒に楽しめる方がいいなと思いまして。あ、そうですか。嫌でしたか？嫌じゃないから困ってるんですよ。急にフローラルな香りの匂いが。そういえば一緒に出かけたことはあるけど、ほぼ半分騙されて。ちゃんとしたデートって初めてかも。いや、デートじゃないから、ただのホワイトデーのお返しとして飲んだんだろう、あれだから。うわー、すごいいっぱい。
食べたいけど、いちご系メインで取って、どうしよう。すごい悩んでますね。悩みますよ。リオさん、チョコレートファウンテンもありますよ。やってもいいですか？どうぞどうぞ。いちかさんが楽しそうにディップしている動画、後でエンドレスで見よう。かわいいな。あ、チョコついてしまいますよ。すみません。よかった、汚れなくて。今日の服とってもお似合いですから。なんで買ってるの私。あ、いや、これはビュッフェに行くからちゃんとしないとって、そういうのですから。ん、甘いもの以外にもあるんですね。パスタもありますよ。リオさん、スイーツビュッフェは初めてですか？はい。そうですか。他の女の子と来たことあるのかと思ってました。うわ、今の言い方良くない。いちかさん、もしかして嫉妬してくださったんですか？なんて。え、本当に嫉妬してくれたんですか？違います。りょうさんならデートで来たことあるんだろうなって思って、なんとなく聞いただけです。勘違いしないでください。はい、お皿。ほら、りょうさん、時間決まってるんですから。あ、はい。なんですか、そんなニコニコして。気持ち悪い。さっきなんであんな反応しちゃったんだろう私。いちかさんと一緒にいると自然と口角が上がってしまうんです。それ病院に行った方がいいですよ。そうなんですよ、恋の病なんです。課長代理？あれ、あ、やっぱり。おお、偶然だね。ほんと偶然ですね。課長代理、甘いもの好きなんですか？うん、好きだよ。なんか意外です。そう、今日は3人で来たの？はい、実は今日私誕生日で、それでお祝いに来たんです。そうだったんだ、誕生日おめでとう。ありがとうございます。いい年して誕生日のお祝いだなんて恥ずかしいんですけど。そんなことないよ。あの、もしかして課長代理の妹さんですか？え、ああ、高校生の妹さんいるって言ってましたもんね。仲いいんですね。いや、妹。はい、そうです、兄の会社の方ですよね。いつもお世話になってます。いいえ、こちらこそ。高校何年生ですか？4月から3年生で。ということはまだ10。はい、17歳です。若い。すみません、お邪魔しちゃって。じゃあ失礼します。あ、はい。お腹すいた。いちかさん、あの、嘘ついちゃってごめんなさい。リオと面識のない方たちでよかったです。そうではなくて、妹の友達と二人きりなんて変に思われちゃうかなと思ってとっさに言っちゃいました。すみません、勝手に嘘ついて。嘘は別にいいんです、気を使ってくれたんですよね。でも、いちかさんは好きな人ですって紹介したかった。それこそ大変なことになりますよ。もう、なんでそんなしょんぼりするんですか。あ、このケーキ美味しいですよ。はい。せっかく来たんですから、お互い楽しく過ごしましょうよ。ね。はい。はあ、お腹いっぱいだ。俺がいちかさんのそばにいる限り、俺が知り得ないところでもさっきみたいに嘘をつかせて。
一華さんにあんな笑い方をさせてしまうんだろうか。一華さん、海見に行きませんか。お茶です、どうぞ。ありがとうございます。あったかい。寒くないですか。大丈夫です。なんかこの時期の海って新鮮です。春の海もいいものですよ。あの、俺今日ちゃんとお返しできてましたか。できてなかったって言ったらどうするんですか。その時は今から時間延長コースになりますが。できてました。楽しかったですよ。美味しかったし。本当ですか。もうそれただの誘導尋問ですよ。本当に楽しかったです。ありがとうございました。よかった。本当に立ち悪い。世間体とか年の差とか。今も俺たち兄弟に見えますかね。そんなの途方でもよくなるくらい。見えないと思いますけど。俺のこと好きになってくれないだろうか。叫びが訪れましたね。いやいや、何しようとしてるんですか。お察しの通りですが。ああ、調子に乗らないでください。バカ最低。はい、いい加減誠意ある行動しろよ。最低なんです俺。だからそう言ってるじゃないですか。一華さんのそういうところは好きです。さっきのケーキ綺麗に撮れましたよ。本当ですか。りょうさんにも画像を送りますね。今画像加工するのでちょっと待ってください。コントラストを上げてトーンを設定。職人ですね。お疲れ。休みの日にごめん。今度の木曜日仕事終わり、二人で飲みに行かない。ホワイトデーだからお返しを渡したいのと、松島に伝えたいことがあるんだけど、どうかな。今画像送りました。本当だ、綺麗ですね。やはり撮る人の力で被写体の輝きが違いますね。いや、加工の力です。いや、輝きです。違います。これホワイトデーのお返し。わあ、ありがとう。あ、このサブレ美味しいって聞いたことあるよ。店員におすすめされたからそれ選んだんだけど、評判いいならよかった。頑張った日のご褒美で食べようかな。それで私に伝えたいことがあるんでしょ。いきなり本題に入っていいの。もったいぶられるより早めに聞きたいです。そうか、そうだよな。天草が何を伝えようとしてるかなんとなく察しがついてる。大事な話なら特にね。分かった。率直に言う、俺のことを諦めてほしい。正直松島と付き合った方がいいんじゃないかって考えた。自分にも片思いの相手にとっても。そんなの自分の都合しか考えてないし、何より松島に対して失礼なのに。ひどいわ。でもダメだった。年の差で苦しむことがあってもこの人しかいないって思ってしまったから。ひどいこと言ってるよな。でも松島は俺に気持ちを真摯に伝えてくれたから、俺も正直に言わなきゃいけないと思って。ごめん、だからきっぱり諦めてほしい。お願いします。頭下げないでよ。
めるよ。好きになってもらうために頑張るって言ったけど諦める。松島、実はね、私天草のこと少し前まで苦手だったんだ。え、近寄りがたい雰囲気があって。マジか。うん、でも最近天草雰囲気が柔らかくなったなって思ったんだよね。それから天草のこと意識し始めたんだけど、多分変わったのって片思いの子のおかげなんでしょ。その子の話してる時の天草すごく優しい顔してるし。あ、それはあまり自覚なかったな。私ね、その子のことを好きな天草のことが好きなんだと思う。だから私は最初から負けてたんだよね。負けてたって、別に勝ち負けの話じゃないだろ。違わないよ。年の差にも向き合うんでしょ。誰にも負けないつもりの覚悟でその子を振り向かせなきゃダメだよ。だから頑張れ。分かった。なんか説教臭くなっちゃった。ほら美味しそうだよ、食べよ。あ、私寄るところあるから、ここで解散でいい？あ、今日は本当にありがとうな。ううん、こちらこそ。じゃあまた会社で。うん、会社で。気をつけてな。合うんでしょ。誰にも負けないつもりの覚悟でその子を振り向かせなきゃダメだよ。覚悟だけじゃどうにもならないこともあるんだよな。感じる前高校生。